はい、それでは、私はここで教え始めて30年、もう演劇教師を務めているんですけれども、印象に残ったあの学生とのエピソードなどをちょっと砕けた形でお話ししたいなというふうに思っています。まあ、いろいろ30年やってるとあるんですが、まあ、最近の学生諸君はすごく真面目になって、きちっとルールを、まあ、細かいことは別として、あのこうルールを守るような傾向になってますけど、私が入った当初の30年前の学生はまあ豪快というか、あのうちの専攻にはあの更衣室、まあ、あの私たちは楽屋って言ってるんですが、そこに、こたつを持ち込んで麻雀を夜通しやってたりとかのがいました。それと、空間の時間、教室として、劇場としていろいろ使ってるので時間がないにはなかったんですけれども、劇上演実習をやるときに仕込みをやります。いろんな舞台を作ります。で、本番前にセットが間に合わないので、調光室という場所があって、それは学生が照明をやったり音響をやったりするので学生に鍵を預けるんですけども、その鍵を複製して夜中に警備さんがいなくなった後、その複製した鍵で劇場に入って、そして、仕込みの続きをやってたりと、そういうこともありました。でも一つ感動したのは、ある女子学生が衣装が間に合わないので、たった一人、夜中に作業室で、衣装を間に合わせるために縫っていたっていうことがありました。その時はさすがに私は叱ることができなかったですね。夜の、大学、学校って怖いですよ、皆さんご存知のように。そこでたった一人で作業室にこもって、衣装を間に合わせるために衣装を作っていたっていうような学生もいました。それは非常に、まあ、叱らなければいけない立場なんだけど、ある種感動したというような体験があります。まあ、それはさておき、まあ、私は、みんなに学生にいっぱいその経験してほしいので、例えば演目でもこの間、今年では「ヒメイルの塔」という芝居をやったんですが、それ4時間の芝居なんですね。それで2組やってますから、昼夜マチネソーレをやると4時間4時間で8時間と。で、両方キャスト出てますから、8時間の芝居、しかもそれが2日ですと8時間8時間の2日で、それだけで終わらず、まあ、稽古のゲネプロなんかもやりますから、私は演劇トライアスロンと名付けてるんですけども、そのまあこれだけやって大丈夫かなと思うようなことでもクリアしてくれています。それはすごく若いってすごいなって、思います。そのエネルギー、それから、これはですから、大学生でなければ、いや東邦学園でなければできない、演劇であると思います。プロの人たちだったらば、そういう子守りは絶対拒否するだろうし、でも学生諸君は私たちがやることを信じてくれてるんですね。だから何時間の芝居だろうが、どれだけ、ハードだろうが、やり遂げなければっていう一途な気持ちというのがあって、それは学生諸君から教わりました。だから、4時間の芝居を2ステージやっても全くその誰一人脱落することなくやり遂げています。それはすごく感心するところです。まあ、ヒメイルの塔だけではなくて、私はもうちょっと、例えば宮本健という人の中に美しきものの伝説、それからブルーストッキングの女たちっていうような伊藤野枝と杉栄を扱った同じテーマにした芝居がありますが、それも2時間半2時間半の5時間ぐらい、それを昼夜でやったりするんですね。そういうことも、まあ、難なくといってはおかしいけれども全うする。例えば、ATEC とか、それから WTA のために作った、シェイクスピアシリーズっていうのがあるんですが、そのリチャード3世とロミオとジュリエット、それからリア王と夏の夜の夢を
一挙上演というような企画で、支援会劇場演習をやったこともあります。それ全ての学生がその4つの芝居に出ている、そういうことも自分で、立ち入りでやり遂げている。だから、学生のエネルギー、学生たちの、その芝居を作るこう情熱、それにすごく励まされて、逆に私はその演出行為ができているというか、演出ができているというようなところがあって、それはとても感心するところです。ですから、みんなのは、皆さんはここに入った時にはそういう先輩たちが大勢いるんだということを楽しみにしていただきたいというふうに思っています。それともう一つですね、東方生の活躍ということをちょっとご披露しておきたいと思いますけれども、もちろん俳優育成を中心にはしておりますけれども、最近では劇作家演出家として非常に評価されている卒業生が多いです。長い愛二都市の長い愛さは大御所ですから、これは別格として、私が教えた中では、京都に拠点を置いて地点という劇団で三浦元井、それから温泉ドラゴンで白井啓太、それからハイバイで岩井秀人、卵プリンかなで鈴木拓郎、それからみんなが入ると分かりますが、ジーコムと三浦剛先生という若手の、その劇作家演出家を生んでいます。もちろん俳優では残念ながらこの間亡くなられた志賀幸太郎先生、それから中村梅雀さん、高畑敦子さん、それから南果歩さん、女優であるけれども声優としても活躍しているパクロミとかいった、そうそうたるメンバーが演劇界で活躍しています。最近ではいわゆるお笑いという分野でも活躍している卒業生が出てきていて、有名なところではジャングルポケットの斉藤慎二、慎二君ですね、それと三時のヒロインの奏さん、彼女も東方で演劇を学びましたよ。それから、ちょっと得意なところではロサンゼルスを中心に活躍しているプラスサイズモデルっていうんですか、プラスサイズモデルで活躍している藤井美穂さん、最近ではそういった人たちがうちの卒業生でもあります。ですので、今ちょっと名前を挙げた以外にも、俳優以外のところでは演劇界の中で照明だったり舞台監督だったり、もろもろあらゆる現場でうちの卒業生が活躍していますから、皆さんがここに入ったらば、いろいろな先輩と出会って、それから卒業した後も先輩たちがいろいろとみんなをフォローしてくれる、そういう豊富な人材を出しているということも、ぜひぜひ皆さんに知ってほしいなというふうに思います。